花の女性って感じで自慢の友達なんだ。アルビンを見習って身につけるものとか小物とかチェックし始めてみたんだ。まあ買えるかどうかは別の話なんだけど。なんだ君か。まあね、毎日の日課さ。ただここで修行していたこと、あいつには黙っていてくれ。波乱に満ちてはいるけれど、面白い旅だとも思ってる。辛いというと飽きることはないからね。何事にも理由や原因がある。私たちはまずそれを知らなければなりませんね。きっと大丈夫です。神も私たちを見守ってくださっていますわ。